おはようございます。なんか今日そろって背景が違いますね。なんか合わせたみたいになってます。宮城の出場。ええ。宮城。いや、あんまいないです、宮城。ですよね。そもそも羊って日本はやっぱ北海道ですか、ジンギスカンっていうぐらいの。あそこに行くとすぐ肉化されるからね、ちょっと怖いと思うんですけど。あそこ洋服で使ってるのは輸入ですかね。まあ輸入だろうね、国産の、国産の羊毛とはあんま聞かないからね。うん。この話し出したら多分すごく長くなるので。そういうことなんだ。第3回目のアサベンジャーズですね。アサベンジャーズ、新アサベンジャーズと。ネオです、ネオ、ネオ。ネオじゃないか。うんでもいいかもしれない。ちょっと前回のおさらいからいきましょうか。うん、やるとまい。すごい、怒られてますね。まあ、前回はあれですよね。まあ、いわゆる、その、まあ、実践編ということで、その、工事の自分との対話を、やってみて変われるか変われないかどうなんだみたいな、選べるのかっていう、だその理想側の自分を選べるのかという、うんうん、のをやったような気がするね。そうですね。どうだった？僕は変わっちゃいましたよ。お。いや、これ思ったんですよ、一つ。変わる変わらないってある意味、まあ、一歩手前は自分の主観じゃないですか。うん。で、もう一歩は相手から変わったねって言われる。うん。となると、まず自分が変わったっていう、まあ、犬犬100倍じゃないですけど、うん。っていうふうに思い込むことがまず大事だと思ったんです。まあ、そっからじゃないと始まんないからね。そうですね。で、まあ今、僕の課題は、まあある意味営業というか、そう。そういうことですね。人に、まあ、その、外に出てくっていう、大きく言うと。だそれに対しては、変わったと、まあ、その、結果、うんぬんはまず別として、自分の理想としてる、うん、なんていうんですか、アポ数だったりとか、うん、まあ、すごい、まだ低いですよ、レベルとしては。でもここって最近なんかやっぱり変わるって180度転換してなんかデブが1日でガリガリになるみたいなのってないじゃないですか、うん、まあないね。脂肪吸引するか手術して根こそぎ中身を出すかぐらいしかないので、うん、ってなるとやっぱ考え方ってある一定のまあスパンは必要だなっていうのはあると思うんですけど、あ、なるほどね。まあそこに多分なんていうんですか、だからこそなんで僕はこの1年半ぐらいまあ外に出ていかなかったのかって考えた時に、やっぱそのある意味その理想の自分と対話せずにこう自分だけを見てて逃げてたみたいな。だからそのこの活動もそうですし、アベンジャースクールとしてこの事業を、まあ、世の中にこう広めていくためにはまず人がどういう世の中を求めてるのかみたいなのを聞くっていうのでも人に会うメリットはありますし、あのワンピースにも生きている限り可能性は無限大って書いてあったんで。え、それ誰が言った？ルフィです。おい、ルフィその人言うの？それを見て、あ、そうだよなと思って、うん。自分が狭めてるだけだなと思って。うん、まあ、それはそう。ええ。だから、変わりました。あ、宣言をしたんですね。そういうことです。うん、あのね、まあ、ちょっとこれ、正解を私は別に神様ではないので決められませんけど。うん、ただ、だけど、この空腹のこの経験からしてですね、仮説とですね、N ゾーンは大きな間違いをいたしました。間違いをしたんですね。間違いというか、まあ、それをやっちゃうと可能性が無限大側からちょっと遠ざかる。なるほど。うん、つまり。
今の話からするとですね、うん、確かに100キロのデブは一瞬で50キロにはならないですよ、うんでもまあ時間をかけて努力したりなんかいろいろすると、まあ、まあ50キロちょっと安いかもしれないですけど、まあ65キロとかね、うんうんうん、にはまあ変わる可能性だってあるんですよね、うんうん、だけども考え方は一瞬で変わるんですこれ。なるほど、うん、で、考え方か、考え方だったり意識だったりとか、うん、意識デブはあの意識スリムに一瞬で変わりますか。うん、これはいや、もちろん時間もかかるんですよ、うん、だけどかかるって思っちゃったらもうかかるんだよ。これね、あれなんですよ、怪しいおっさんがいたんですよ、はい、ベッチーのねパクリ芸人みたいな人が、うん、あのね、なんとか天外さんっていう人なんですけど、へー、この人はね、ちょっともうちょっと言わせていただくと、うん、大悟いますよね。はいはいはい、大悟ってあの異名ついてますよね。異名っていうかメンタリスト、職業メンタリスト、メンタリスト、そうそうそう、このなんとか天外っておっさんのせいでですね、メンタリストを使えなくなってしまったという時期なんですよ、うん、え、そうなんですか。その元になったおっさんがなんとか天外です。なんとかってわざとやってますけど。ああ、でわざとなんですか。ん、あ、いや、まあ、あの、なんだろう、フルネームしてますんで、ちょっと、そういう、あの、大悟からもメンタリスト奪っちゃいそうなおっさんなんで、ちょっとバレると思います。今後のコンテンツが公開されることをね、意識して、私、工夫がですね、ちょっと今気を使っているという、コンプラに気を使っている羊で、個人情報大事ですか。個人情報大事。で、そういうおっさんがいて、そのおっさん何かっていうとですね、まあ、あの、今の一瞬で変わるよというのと、思い込みで、あの、決まっちゃうよっていう話をある話でするんです。それがね、あの、骨折なんです。うんうんうん。日本人って骨折すると、まあ、右腕をポキッと折っちゃうするじゃないですか。うん、そうするとまあ、そんな変じゃなく、まあ、ちょ、正しい形に固定してギブスじゃないですか。うん、で、大体2、3ヶ月じゃないですか。はいはい。いつまで。で、みんな思ってますよね。うん。インディアンたちは違うからね、そのおっさん言うんです。うん。2、3時間でくっつくから。聞いたことあります。すごい、初めて聞きました。あの、それはインディアンたちがすごいことを言いたいんじゃなくて、うん、あの、だから例えば、その、すりむいて、すりむいて、たら、つばつけてが治るべって昔言われてたんですよ。ええ。でも多分今、それすげえ汚ねえし、うんうん、もう最悪だみたいになるじゃないですか。うん、でももう、つばつけが治ると思った人、つばつけが治るんですよ。うん。そういうこと。だからインディアンたちは骨折がそのすり傷みたいのと多分変わらない思い込みっていうか、もうそういうもんなんですよ多分。確かに、まあ、ある意味医学の発展で画像で見て骨折ですって言ってもね、その時見れなかったら分かんないですからね。で、なんつうんだろう、そのあとああいう肩こりとか、うん、車酔いっていうのも気づくとなるんですよ。うん、あの外国人にはないらしいんですよ。あれ ないですね。だ、知らないっていうかないんですよ。うん、日本人にあるじゃないですか。うん、そういうこと。ズームイン、ズームイン。ってことはだ、まあ、逆に突っ込みどころを言うと、じゃあなんで100キロの人が、一瞬で50キロに変われないんですかっていう話は、多分エルザーから突っ込みが出ると思うんですけど、うん、まあ、そういう話でもありかもしれません、ね。で、なんつうんだろう、その、今ね、私が思ったのはですね、あの、高校、夏休みが明けた2学期になると、すげえキャラ変わってるやついる説ってありますよね。ああ、ありますね。高校生デビューってか何つか分かんないけど、うん、あれなんですよ。あれそんなにもうあの2学期から変わらなくちゃっつって毎日努力してないですよ。うん、あれなんかふと思って変わってこうやってくるんですよ。うん、
うん、確かに。だ基本は一瞬で変われることはできるんですよ。うん、ただそれがその日本人の常識的に言うともう変われないっていう常識の。それってあれですよね。なんかそのなんていうんですか。前例主義、年功序列みたいな、この。ああ、まあまあ、そうそう。だそういうやらぬき制度みたいなのが。だそれも時間重ねて、積み重ねてきちゃって作られてしまう。うん。うん、だそれはやっぱり時間かかって壊せますよってなるけど、でもやっぱりビルとかで考えてますよ。作るのは時間かかるけど、壊すのは一瞬じゃないですか。まあそうです、爆発させれば。うん。だからそういうことですよ。うん。どこを爆発させるのか。だから、壊しちゃえばいいんですよ。うん。壊すのは一緒なんだよ。うん。そういうこと。そういうこと。壊しちゃえばいいわ。まあ確かにそうですね。そうなんです。あの信頼は気づくのはすごい時間かかるけど、壊すのは一瞬っていうね。確かに。こういうのもよく言いますけど、だから壊すのは一瞬なんだよ。うん。壊しちゃえばいいんですよ。うん。そういうこと。何壊せばいいんですか。だからその常識ですよ、自分の中に。なるほど。だからあのよく言われてます、その当たり前すぎて分かんないんですよ、うんうん、それをぶっ壊すんですよ。だから自分の中で思ってる当たり前って何なのかを対話するってことです。それが工事の自分側に出会えない理由ですからね。それが選べない理由だって、もうそれが当たり前だと思ってるから疑えない、うん、あー、だからその性格って一番怖いんです、うんうんうん、多くの人が変えられないと思ってるんです、うん、だからもう疑わないじゃないですか、うんうん、ではこういう性格なんでって、まあ、諦めてるんですよ、うん、こんな時前向きだったらこう言いますよ。止めないで。だからまああれ好きなんですね。つながりました。あ、今人なかったの君。え、そういうことだからね。あの浅いつながりは分かってたんですけど、ダイレクトでこうですっていうのは今分かりました。うーん、困るなそれ。もうあと単純にあの空腹が好きなのかなと思ってました。いやいやいや、もうあの真弓木先生はそれこそ積み重ねですから諦めないでの。とはいえよく考えてみるとですよ、うん、あの CM でしか諦めないでは言ってないという。そしてその諦めないと言っていた茶のしずくはちょっと問題があった商品としてあのダメになってしまったでも諦めないでっていうことだし、なぜ東京オリンピックにマヤミキが開会式出たかという意味を皆さん考えてもらいたいです。うん、諦めないでってことですか。そういうことからね。深いです、うん、みんな忘れないでマヤミキを。もうそういうことだ、ね、うん、そういうこと。なるほど。今回はねすごいコンテンツ公開を意識してる羊だから。私も意識してる、うん、意識してあのいろいろぶち込んでるからね。みんなよかったっす。でもまだいるよ僕はここに。これ変われませんでしたっていう最初のフレーズにしたらなんか逆につまんなくなっちゃう感じだったんで、うん、だからまあ変わったってなって、だからあの N 沢が言ったことですごいいいことはそうなんですよ。まず自分から宣言したらコミットしない限り人が変わったって言うわけないので、うん、でそれをこれまで今までちょっといろんなところでやりましたけど、変わったねって思わせたり言わせたりどうやってしていくかと、うんうん、それがあのサピエンス全史 の虚構の力とかもいろいろ使っていくといろいろあるよという、うん、で虚構で変わったって言わせることができるんだよ、うん、だから本人が変わってねえんじゃねって思っても、うん、でも変わったと思わせることができちゃうのがホモサピエンス、うん、私がホモサピエンスかどうかは怪しいところですけど。私なんですよね。まあ否定はしないですけど主は、まあ、まあ厳密に言うと羊ですらない。えポリエチレンと言う。あ、そういうこと。厳密に言うと。まあ、そうですね。厳密に言わないと、あの私、羊ですし。
うん、あのホモサピエンスかと。素材の話ですね。厳密に言うと私ただのポリエチレンの塊という噂もありますけど、まあ、それを言ったら夢がなくなります。あんまり言わないでしょ、うん、なるほど、確信に。そうですよ、来ましたね、うん、パンツの中に隠されたものが出てきたでしょ、それ、うん、あれ今のちょっとあれ今のあれ、そうか、だから自分の中にある常識をパンツの中に隠されたら今分かりました。恥ずかしいところ。発信でしょ、今のは。発信？発信知らないの、君。発信？発信太郎。ああ、知ってますよ。中村玉緒の。そうそう、あの、ワンピースのあいつのモデルという。え、どうですか？グラビト。グラビト。え、そうなんですか？そうですよ、あれ、ザトウイチでしょ、あれ。おー。ザトウイチやってたのは、発信ですか？で、カツシンはパンツの中にあるものを買って使う、うん。え、何ですか？それはちょっと私の色をしているマーシーが大好きそうなあの粉かなという。粉かなという。そういうオチですか？うん、あの粉かなという。で、今、カツシンが出たので、もちろんそこでカツシンは出すだろうという。それでカツシンが分からなかったです。カツシンだろう、カツシンで訳すの。カツシンだろ、カツシンで訳すでしょ、それ。もう。それちょっと情報不足でしょ。気づいてなかったっす。ちょっと、これはグラボですね。重力かけます。重力かけます。G が足りないな。一生ですね。うん、そうだ、一生だ。一生でした。今思い出しました。フジトラ。フジトラ。あれ、フジトラ？フジトラです。いやー。いつもこう上の上を行きますね、うん、今日はねちょっとコンテンツを意識してるから私、ええ、うん、いつも意識してますよ、うん、これちょっとワンピースとね、あのフジトラとグラビトであの検索引っ掛けようかな、取りに行くんで勝慎太郎も入れようかなと思ってあとマーシーも入ってる、ね、すごいワードとかってますね。もうあれですよ、オリエンタルランドです。これ分かる、オリエンタルランド。いいですね。オリエンタルランドいいです。オリエンタルランド分かる。オリエンタルランドってあるじゃないですか。ピューロランドじゃないですか。サンリオ。いや、違うでしょ。ちょどうなったそれ。それなんか、あの、ボケてるのか分かんないかってなったじゃないですか。オリエンタルランドは、ディズニーランドを運営している会社ですよ。もう、運営先。大元じゃない。オリエンタルランドって言うんですよ。大看板で。みんな覚えててね。そういうこと。ピューロランドも穴がちでもない、ちょっと脱線しまくってるんで。あ、すいません。ちょっと戻して。ちょっと私、気合い入れちゃったんで、ね、久しぶりに復活してるから。いい感じの。いい感じで私、復活した。まあ、今日は、あの、あれですね、雑談多かったですけど、中身は非常に濃いと。まあそうよ。ええ。うん、中身とか言うとまた、勝新のパンツの方に行っちゃうからやめてほしいんだけど。まあ自分を壊しちゃえばいいと。あ、そう。だ、壊すのは一瞬ということです。うん。そして。あの一瞬じゃないよねっていうのが、もう、やられちゃってるかもしれない。盲目ですね。うん。だから僕は体で考えちゃったからいけなかったんですね。と考え方と、まあ体もある意味一瞬じゃ一瞬ですよ。考え方に。うん。だから、もちろんその、一瞬じゃ無理でしょってものももちろんあるので、それも一瞬で痩せますとかね。うん、でもそれ物理的な問題ですもんね。あれだけど、全部が一瞬が無理かっていうと、またそれもくくりすぎという話なんですよ。なるほど、くくりすぎ。だから、一瞬では無理なものと、一瞬でもいけんじゃねというものはある程度分けてもいいかもしれません。うん、で、その中で一瞬じゃ無理じゃねって思って書いてあるリストアップしてるものに、本来、自分じゃない人、だからその100キロを50キロにするのは多分ほとんどの人無理じゃないですか。うん、ほとんどというかほぼ 100% 無理ですよね。うん、例えば考え方を変えるっていうのは自分の中に入った時に、考え方を一瞬で変えられる人はいるんですよ。うん。うん。ってなるとそれ思い込みじゃないですか。うん。うん。それを疑うってことです。そうそう。だから酸素ないと死んじゃうでしょって言って、酸素なくても生きてる人いるんだったら別ですけど、うん。みたいな。うん。
甘いものないと死ぬんですよって言ってる人は、あのただの甘いもの中毒なだけで、別に甘いものなくても生きてる人いるわけじゃないですか。うん、そこをちゃんと分けた方がいいから。本当のインフラと、あの自分だけの主観的インフラみたいな。それがごっちゃになっちゃってると、わけわからない。それが、次、その段階、それが枠ですよね。で、他のもので考えてみればいいわけです。なるほど、なるほど。壊すのは大体一瞬という。うん。確かに。ぶっ壊しないってことです。わかりました。ぶっ壊しチャレンジします。でね、今日本当はね、もっと言いたかった、その選べない理由の話を本来私は、ね、真面目モードにするちゃんだったらそっち側を言いたかったんですけど、ええ、どうやらちょっと時間は来てしまいましたね。選べないモードはじゃあ教えてもらっていいですか、次回ちゃんとね、ええ、私が覚えていられたの話だから。いや、僕は覚えてるから大丈夫です。ワクワク超人たち。可能性は無限大です。覚えていられたの話だ。ありがとうございます。そうだぞ。覚えてられるかな。火曜日ですからね。火曜日か。ちょっと難しい。疲れてますからね。大丈夫かな。バキンバキン。はい。よくわからないんです、そういうことが。OK です。はい。ではね、こんな感じでアサベンジャーズ、楽しくやっていけたら私も続けられるかなという。はい。感じで。お願いします。羊の国から、こんにちはでした。